こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、まあ、週に1回ぐらいやってみたいなぁと思っている試みの一つなんですが、僕がですね、話したいこと、でもあまり需要がなさそうで、そこまでこれは動画としては回らないなと思うものでも、結構ですね、これは皆さんと一緒にシェアしたいというものをですね、もう思う存分話すという企画をやってみたいなというふうに思っています。 まあこちらはですね、まあ、前回もやりましたけども、あえて全くカットもしてないですし、テロップも入れない動画になっているので、一発勝負なんですね。まあ、いつも僕があの皆さんにお届けしている動画って結構ですね、編集してるんですよ。というのも僕って結構噛むんですね。 ですので、噛んだところをうまくカットして、つなぎ合わせて、それを皆さんにお届けしているわけなんですけども、こちらの動画に関してはですね、ちょっと噛んでもですね、そのまま流し続けるので、まあ多少ですね、見づらい部分があったとしても、申し訳ないなと思ってるんですが、そこはお許しいただければなというふうに思っています。早速なんですけども、今日のテーマなんですが、 おしゃれの階段を登るためのステップをですね、皆さんになるべくわかりやすく解説をしてみたいなというふうに思ってます。まあ、これからですね、おしゃれになりたいなと思っている方、動画を見ていただいている方の中にもいらっしゃると思いますし、中にはですね、すでに1年ぐらい前から ちょっとファッションを変えたいと思って自分なりに情報を集めている方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあそういった方にですね、まあ今回の動画を見ていただけると、あ、こんな形でステップを踏んでいけば自分のおしゃれというものがよりステップアップできるんだなという形で理解ができるかなと思うので、ぜひ皆さん参考にしていただければなと思ってます。世の中的に需要がどれぐらいあるのかわかんないですけど、まあすごく重要なので、えー、僕のですね、伝えたいことを今回はですね、 いつも通りこんな感じでですね、えっと、一つのホワイトボードにまとめてみましたこれが一番個人的にはですね伝えやすいんですねもうマイブームはホワイトボードということでまあ学生時代にですね あの、家庭教師のバイトやっててよかったなとか、教員免許を持ってるわけなんですけども、ようやくですね、30代後半にして、YouTuber をやりながら、教育関連のですね、経験が生きてきたなと思って、このホワイトボード、僕にとっては大事なものなんですけども、これを使っていきたいなと思ってます。で、今回のですね、テーマは、 おしゃれのステップアップをするための一、まあ、つずつどんな手順を踏めばいいのかというところをです、ね、このようなホワイトボードにまとめたわけなんですけども、えっと、まずはですねすごく重要になってくるのが、えっと、この動画を見ていただいている方ってもおそらくですね30代の方とか40代50代の方が多いかなと思うんですね。そうなってくると いわゆるですね、10代、20代の頃の着こなしというのをそのままの感じで続けてると違和感を覚え始める年代かなと思うんですね。まあ、なんとなく30代前半ぐらいまでは20代の着こなしっていけちゃうんですよ。でも30代後半になってくるとまあ違和感出てくるんですね。それはやっぱりそ,その20代後半ぐらいの あの、最後に自分がファッションに興味を持っていた頃から、やっぱりですね、10年ぐらいの、あの、間が空くので、そうなると流行も変わってくるので、今のトレンドと、まあ、マッチしないというところが出てくるのと、あとは、やはりですね、自分自身も年を重ねるので、体型が変わったりだとか、肌の質感変わったり、髪の毛の量が変わったり、 あとは雰囲気ですね。この雰囲気のフレッシュさみたいなものは、だん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 なくなって、大人っぽさに変わってくるので、その時にやっぱり違和感が出てくるので、服が似合わない問題っていうのが出てくるんですよ。ですので、まあ、これからおしゃれを頑張りたいと思った時に、一番最初にやることは、闇雲に服を買うことではなくて、まずこれなんですよね。もうリセットするということ。ここがものすごく重要で、 僕が普段スタイリングするときにも、なるべくですね、最初の段階で持ってる服をですね、手放してもらうようにしてるんですね。今までの延長線上に気づいていくっていうのは結構効率が悪くて、どっかで覚悟を決めて徹底的に手放していくっていうことをやってしまうとすごく楽なので、このリセットというのがファーストステップなんですね。まあこのリセットの仕方いろいろあるんですけど、僕は断捨離と書いていますが、捨てるというのもいいですし、 寄付をするというのもいいかなと思いますし、あとは売るというのでもいいと思うので、まあ皆さんにとって精神的なハードルが低いもので構わないので、とにかくですね、もう本当に一つの基準としては、今から5年以上前の服はもう全部徹底的にあの手放すぐらいでいいかなと思うので、ここのファーストステップはリセットというところですね、やっていただければなというふうに思っています。で、そうなるとですね、着る服はなくなるわけですよ。 5年以上前の服、だいぶ捨てたなとなると。そうなると、じゃあ何を着ようかなと思った時に、まず最初に買うべきステップとしては、僕はユニクロでいいかなと思ってるんですね。これはなぜかというと、ユニクロというのは、ベーシックとトレンドをしっかりと抑えたブランドだからなんですね。そして値段が安いので、とにかくですね、この1番で服の量を徹底的に減らしてしまったら、 次はですねいろんなものを買い揃えなくちゃいけないわけですねですので服っていうのは単品で見ると安くてもそれが重なっていくとトータルではすごい金額になるわけですね全身ユニクロでもコーディネートを春夏秋冬で組もうとすればそれなりの予算感が必要になるのであんまりですね高いものを買おうとせずにまずはユニクロをフル活用しながらベースを整えておくというのが次のステップになるかなと思っています まあこのユニクロというものに対して、えっと、僕ら世代とかあとはもうちょっと上の世代の方ってユニクロイコールダサいんじゃないかというイメージ持ってる方がいらっしゃるんですけどもそのイメージは完全に古くてもうユニクロの服というのはクオリティすごく高いですし値段が安くてデザインの兼ね合いもすごくあのバランスが取れてるのでどんどん活用していただきたいんですね ただ、その一方で、ユニクロの服だったらどれもおしゃれかというと、そんなことは全然なくて、選ばなきゃいけないんですよね。たくさんの中でセレクトして、これとこれとこれはめちゃくちゃ使えるよというものは、やっぱり限られているので、そのあたりはですね、僕の過去の動画を見ていただければ、このアイテムは使えるよねというものを解説しているかなと思っています。ボトムスであれば、スマートアンクルパンツが鉄板ですし、 T シャツに関してはユニクロ U のエアリズムがいいかなという感じで、もう本当にですね、少数性のユニクロで本当に使えるものというのを解説しているので、まずはそういったもので土台を作るということが、えっと、次のステップになるかなと思っています。ここで大切なのは、自分の好き嫌いだとか、個性だとか、そういったものを最初の段階で取り入れようとすると、失敗するよということなんですね。 まあやっぱり何事もそうなんですが、まずは基本的なものをしっかりと積み重ねてきた上じゃないとなかなかですね、自分の個性というものが悪目立ちしてしまうので、まずはベーシックだとかシンプルだとか、そういったものを重視した方がいいので、だからこそユニクロを使ってもらうのが、僕はファーストステップ、まあ次ですね、リセットした後の次のステップとしてはいいのかなというふうに思っています。で、続いて3つ目のステップは何なのかというと、 セレオリをミックスするという項目なんですね。まあ、セレオリという言葉からまずは皆さんに知ってもらう必要があるんですが、これはセレクトショップのオリジナルの服という意味なんですね。例えばどういうものがあるのかというと、僕の動画の中でよく出てくるのは、ナノユニバースですとか、あとはユナイテッドアローズグリーンレーベルですとか、あとはアーバンリサーチ、うん、あとは何があるかな、あとはトゥモローランドとか、ビームスですとか、 エディフィスですとか、まあそういったものをセレクトショップと呼んだりするんですが、そういったセレクトショップのお店の中には、今は大体ですね、もう半分以上がセレクトショップのオリジナルの服で埋め尽くされているわけなんですね。まあユナイテッドアローズだったら、えっと、いろんな海外だとか国内のセレクトされているブランドも置いてあるんですが、ユナイテッドアローズと書いてあるようなロゴ、タグがついてある服が圧倒的に多いんですね。こういった服をですね、セレクトショップのオリジナルと言うんですが、 これらの服というのはすごくバランスがいいんですね。ユニクロに比べるとユニクロはベーシックのアイテムが多いんですけどもセレクトショップのオリジナルというのは、まあ、ベーシックも踏まえつつも少しトレンド感の強いものがあってだけどもそんなに尖ったものがなかったりするのでユニクロの上位互換バージョンとしてセレクトショップのオリジナルの服というのは使いやすいんですね。 ベーシックな形なんだけど、ユニクロのものよりは、フィッティングだとか、サイズ感だとか、あとは素材の質感だとか、そういったものがさらに磨きがかかっているので、ステップアップするにはセレオリっていうのがですね、すごく使い勝手がいいんですね。ですので、全身ユニクロというところから、少しずつ、一点ずつでいいので、セレクトショップのオリジナルのコートを入れてみるだとか、 ジャケットを入れてみるだとか、あとは小物はセレクトショップオリジナルを使ってみるだとか、そんな形で少しずつこれをですね、ミックスしていくとスタイルがワンランクですね、アップしやすいかなと思っています。まあ、デザイン的にはですね、ユニクロよりも少しトレンド感が混ざるんですけども、理解ができる範囲なので、すごくですね、次のステップとしては使いやすいんですね。ここのステップアップというところをスライドしてもらうとすごくですね、わかりやすいかなと思っています。 で、このあたりまでは僕は自分の個性というものはそこまで重視しなくてもいいかなと思っていてあくまでベーシックだとか少しトレンドが入っているぐらいの基本的なスタイルを楽しんでいただくのがいいかなと思ってまして続いて4点目のステップでようやくですね自分の個性だとかなんかちょっと癖みたいなものをうまく入れていくようなステップになってくるかなと思っています、まあ、正直4番というのは、まあ、本当にやってもやんなくてもいいんですよね 正直ですね、まあ、ユニクロだけでも着こなしの中では70点ぐらいを取ろうと思えば取れなくないと思うんですよ。で、それぐらい取れておけば世の中でダサいとは言え、言われないレベルになってくるので僕は十分かなと思ってましてそこからさらにこのセレクトショップのオリジナルを使っていくと70点から80点ってところが目指せるかなと思うんですね。そこから先になってくるともう個人の趣味だし80点から100点を目指すというのは かなり難易度が高くてセンスも必要だし自分の個性というものをですねうまく理解しながらコーディネートしなくちゃいけないのですごく難しいですそしてその自分の個性をうまくミックスすることで、えっと、失敗して70点以下になってしまうこともあったりするので諸刃の刃というところもあったりするので、まあ、4番目の個性をミックスするというところはやってもやんなくてもいいんですけども ここができるようになってくるとよりファッションがやっぱり楽しくなってくるのかなというふうに思ってますじゃあどのように自分の個性をミックスするのかというとえっとファッションにもいろんなジャンルがあって本当にですねまあここに一部入れてますけどもちょっとスポーティーな要素があったりだとかあとはもっとですね高い価格帯のモードっぽい着こなしの先端を行くような着こなしもあったりしますしあとはドメスティックブランドと呼ばれるような 国内のセレクトショップで置いてあるようなオーラリーだとかコモリだとかそういった国内のですねトップブランドみたいなものがですねあるんですがこういったものをミックスしてみるだとかあとはイタリア系のちょっとですねスーツだとかきれいめな着こなしを軸としたそういったスタイルがあるんですけどもそういったものをミックスするスタイルもありますね例えばジャケットであればラルディーニタリアトーレニットであればあとは何だろうなうんとイタリアブランド パッと出てこないな。ちょっとごめんなさい。まあ、クルチアーニだとかね、そういったブランドですか。をミックスしてもらったりだとか、あとはボトムスに関しては、PT だとか、インコテックスだとか、まあそういった、まあイタリアブランドというのもすごく魅力があって、こういったものをミックスするというのも結構相性がいいかなと思いますし、あとは古着だとかね。 そういったものとかをミックスするのも面白いと思うので、このあたりはね、結構どのあたりに属するのかはですね、その人、それぞれの個性によって変わってくるかなと思ってまして、僕個人としてはどうなのかというと、結構ですね、雑食で何でもやります。まあ、スポーティーなものも好きなので、えっ、ー、と、例えばアークテリクスを入れたり、ノースフェイス入れたりだとか、 あとはグラミチを入れたいだとか、そういったスタイルも好きだし、まあ、Y3 みたいなものもね、好きです。Y3 になると、ちょっとスポーツ要素とモードっぽい要素が2つ混ざってるんですけども、そういったスタイルも好きだし、あとモードっぽいスタイルだと、僕はマルタ・マルジェラなんかは結構好きでよく買ったりしますし、あと普段のスタイリングだと、マルジェラだけじゃなくて、ジル・サンダー入れてみたりだとか、まあそういったこともしたりするんですけども、モード入れるのも面白いし、ドメスティックブランドですね。先ほど言ったような、オーラリー・コモリーとかも僕は好きなので入れたりします。 イタリア系もねちょっと綺麗めな着こなしで僕の持ってるジャケットは結構タリアトーレが多かったりだとかボトムスもインコテックスだとか PT も多かったりするので本当にねいろんなスタイルを僕はミックスするんですけどもこういったものをうまく混ぜながら自分の個性をこう出していくというか自分なりの好きなものをですねどん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 こう磨いていくというのが4番目のスタイルかなと思っています。まあ、こんんんなな形でででステップを踏んでいくと本当にですね最初はなんか いわゆる量産型のスタイルと呼ばれるものだと思うんですね。2番とか3番っていうのも。でもね、この量産型のスタイルっていうのも僕はちょっと反論があって、確かにスタイルとしては量産型だとしても、やっぱりそこにミックスされるのは、その人の顔立ちだとか、スタイルだとか、あとは雰囲気、こういったものがミックスされるので、意外とユニククのシンプルなコーディネートであっても、 誰が着るかによって全然見栄えが変わってくるのでそこはねそこまで意識しなくてもいいかなと思ってますですので大体この2番と3番を 踏まえた上で、もうちょっと自分らしい個性を出したかったら、この4番目のミックスのスタイルですね。様々な自分の好きなスタイルというものをミックスしていくと、良いですね、この自分のスタイルというものが少しずつ形成されていくのかなと思ってますので、ぜひですね、このステップというものを踏みながら、皆さんのファッションというものを楽しんでいただければなと思ってます。 ちなみに僕のチャンネルというのは基本的にユニクロだとか自由だとかグローバルワークみたいなものを使いながらまずはですねファッションをリセットした上で一番最初のステップをですね皆さんに細かくお伝えするようにしてましてもうちょっとですね中級者こうになったら3番目のですねセレクトショップのオリジナルなんかをミックスするという形でメンバーシップのチャンネルでこのあたりだとかあとは自分の個性をミックスするというところも一部ですねメンバーシップの方で取り扱うようにしてますしあとはですねこのような なな個性的な部分っていうののは、僕のチャンネル以外ですね、本当にですね、いろんな専門の YouTuber の方がこの辺りを軸足にしたものをですね、発信しているので、まあ、この辺りをしっかりと、あのー、踏まえた上だったら是非いろんなチャンネルを見ながら皆さんのですね、個性というものを磨いていただけるとすごく楽しいかなと思うので是非参考にしていただければなというふうに思っています。 ということで今回もですね、ノンストップで動画をお届けしたわけなんですが、意外と喋れるなと思ってですね、自分なりに満足しているわけなんですが、いかがでしたでしょうかこれからもですね、週に1回需要があるのかないのかわからないけど、僕が絶対にこれはお伝えしたいなという項目を皆さんにですね、お届けしたいなと思ってますので、お付き合いいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。